はい、プレイボールどうも野球人です。広島ドラフト指名育成4選手ということでございまして、今回ですね、広島カープが指名した育成選手ですね、4選手いますので、それぞれ成績プロフィールなどですね、分かる限りお伝えしていきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、育成ドラフト1指名はですね、新谷壮選手、田辺高校。出身地は和歌山県、2003年8月14日まで18歳、182センチ80キロポジションピッチャーで、左投げ左打ちの選手でございます。マックスが141キロ、球種はスライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップを投げる選手です。スカドヨカ見ていきましょう。腕の振りが柔らかく大きく曲がるカーブと、キレのあるスライダーが武器の大型左腕という評価でございました。はい、では成績も見ていきます。2021年夏大会の投手成績ですね、1試合で 9.0 イニング、12奪三振、3四球、被安打が6つ、防御率 3.00、 奪三振率 12.00、 与四球率 3.00 という成績です。わずかに1試合だけなんですけど、しっかりいいピッチングをしてくれていたかなというふうには思います。まあ本当にですね、まとまりのある選手でございまして、まあ体ができてきて球速が上がってくればですね、まあ、面白い選手にそのままなってくれるのかなというふうに思います。制球もですね、悪くないですし、しっかりと、まあ、変化球とかもね、いい選手なので、まあね、サイズ感さえ、整えばという素材ではないでしょうか。はい、ではですね、続いて育成2指名見ていきましょう。はい、続いてはですね、前川聖太選手、育成ドラフト2指名ですね、敦賀気比高校。出身地京都府、2003年4月4日まで18歳、178センチ68キロ、ポジションはショートですね、右投げ右打ちの選手でございます。高校通算本塁打は不明ですが、50m6秒1、遠投 105m、選手タイプはですね、アベレージ型の選手かなというふうに思います。はい、スカウト予感見ていきましょう。体が少し細いが堅実なプレーができて、勝負強い、バッティングが魅力というところでございます。はい、まあ、高校生の遊撃手として、まあ、評判はね、割と高かった選手かなっていうふうに思います。しっかりと、まあ、育成で獲得できたのは良かったのではないでしょうか。成績見ていきましょう。高校通算成績判明分のみなんですが、23試合で3割8分4厘73打数の28安打0ホーマー21打点、3三振15四球盗塁4つ、出塁率4割8分9厘 OPS 0.982という成績です。で、特に BBK ですね、三振がかなり少ない選手なんで、フォアボールも選べるというところで、まあ、高い BBK を、叩き出しております。優秀ですね、本当ミートコントロールはですね、上手い選手かなっていうふうには思いますので、あとはしっかりとね、まあ、力さえつければ、まあ、面白い右バッターになるのかなっていうふうに思います。そういう意味では課題のですね、右打者を、まあ、育成でも獲得できたのは大きいかなっていうふうには思いますし、特に二遊間の選手ですね、そこに関してもですね、子供選手っていうね、まあ、大きい柱っていうのはいるんですが、彼も左ということで、まあ、やはり右の遊撃手っていうところを補強できたのは大きかったのではないでしょうか。はい、では続いていきましょう。はい、続いては育成ドラフト3位指名ですね、中村来生選手ですね、高岡第一高校。出身地は富山県、2003年5月6日生まれ、18歳、190センチ76キロ、ポジションピッチャーで右投げ左打ちの選手です。マックスが140キロ、球種はスライダーとカーブボールですね。スカード評価は角度のある直球があり、力がつけば楽しみという評価でございました。成績見ていきましょう。2021年夏大会成績ですね、4試合で 9.1 イニング、10奪三振、7四球13被安打、防御率 8.68、 奪三振率 9.64、 与四球率 6.75 という成績です。はい、まあ、夏はですね、三振こそ取れているんですが、ちょっとフォアボールが多くて打ち込まれたかなっていうふうには思います。彼に関してはですね、まあ、高校時代は怪我がちでなかなか本領発揮できなかったっていうところもね、あるかなっていうふうに思います。プロに入ってですね、しっかりトレーニングを積んで怪我のない体ですね、作りと、まあ、190センチで76キロということなんで、まだまだね、体重も増えるでしょう。すると球速もね、どんどん上がっていって、まあ、面白いね、素材の選手にはね、なるかなっていうふうには思いますので、まあ、レベル的にはですね、これからっていうところなんですが、まあ、将来性豊かな選手と言えるんではないでしょうか。はい、というわけで、ドラフトですね、育成3位は中村選手でございました。続いて最後ですね、4位指名見ていきましょう。はい、では続いてが最後ですね、育成ドラフト4位指名、坂田礼選手、中部学院大学の選手ですね。出身地は埼玉県、1999年9月13日生まれ、22歳、188センチ90キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手でございます。
マックスが143キロですね。球種はナックルなどを投げるということで、まあ、世にも珍しいナックルボーラーをここで取ってきたんですよね。スカードよく見ていきましょう。ナックルボールが魅力の投手、身長を生かした球を投げるということで、まあ、ナックルに目が行きがちなんですが、体格もね素晴らしいですね。190センチ近くあるので、まあ、そこからね投げるナックルというところで、まあ、どういう選手像になるのかっていうのは、まあ、未知数ではあるんですけれども、まあ取ってね、楽しみな選手であることは間違いないかなというふうに思います。で、成績ですね、2021年秋季リーグ成績ですね、持ってきました。で、1試合投げてます。0勝0敗 1.0 イニング0奪三振2四球被安打0防御率 0.00 という成績でございました。フォアボールはねちょっと1イニングで2つ出してしまったんですが、見事無失点に抑える投球ができておりました。で、彼に関してはですね、いろいろお話ししておくことがありまして、まず3年時に心臓病の手術を経験しているんですね。ちょっとね、いろいろあってで、まあ、手術をしたと、体力とかもね、落ちてしまって、パフォーマンスもなかなかね戻らないっていう中で、その、苦しい状況の中で、編み出したのがこのナックルという球種だったんですね。そこからしっかりね練習に練習を重ねて、今年の4年生秋ですね、手術してからの復帰登板となりました。それがこの1試合のね登板だったということでございます。本当に日本ではねなかなかナックルボーラーっていうのは対戦しないと、まあこれはボールの影響とか、気候の影響とかね、いろいろ言われてはおりますが、そのね、今までの例っていうのを覆していただきたいなというところでもありますので、このナックルボーラーの獲得っていうのは楽しみでしかないんではないでしょうか。はい、ではですね、以上育成指名4選手のご紹介でございました。はい、ということで、最後にですねまとめとして育成ドラフト順位ですね、バットをおさらいしていきましょう。はい、1位はですね高校生のサウスポー新谷選手を取ってきたということですね。まとまりのあるピッチャーということです。で、2位の前川選手、敦賀気比のショートなんですけど、この中だとやっぱ彼が一番ね素材的には楽しみな選手なのかなというふうには思います。非常にねミート力もある選手なんで、1年目からですねウエスタンでもしかしたらある程度の成績を残せるんじゃないかなと育成選手ながら思います。ますので、あと守備がねどれだけ通用するかっていうところなんですが、バッティングに関してはかなりね、個人的には期待している選手です。で、3人目中村選手ですね。体の大きい選手で、怪我勝ちっていうこともあってですね、なかなか高校時代はっていうところだったんですが、プロでしっかりとトレーニングを積んで、長身ピッチャーっていうところはね、カープ結構好きな、球団なので、しっかりね改造できる可能性っていうのはあるかなというふうに思います。はい、で、4位の坂田選手ですよね。ラックルボーラーというところで何度も言うようにですね、日本球界にはいないタイプの選手でございますので、彼のナックルっていうのがプロでどれだけ通用できるのかっていうね、いうところは、ぜひ見てみたいなというところでございますので、実績はね、そこまでない選手なんですけれども、しっかりね、プロである程度活躍ができたらなというところではないでしょうか。はい、というわけで、4選手ですね、それぞれ、バラバラな指名だったのかなっていうふうに思います。特に特徴的なのがやっぱポテンシャル重視の指名だったのかなっていうふうには思いました。支配下で、ガチガチに即戦力取りに行った反面、育成でしっかりと素材のねいい選手を取りに行ったという印象ではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。